はい、情熱指導家マイピーです。今ちょうど階段を登ってます。歩道橋を歩いてるところです。今日、お伝えすることは、普段ですね、僕がランニングをしてる中で、よくね、ランニングしてる方とかを、見かけたりするんですけど、その時に、見ていてちょっと気になるなというところがあるんですけど、これはあくまでもマイピー式体感を、やられる方についてよく耳を傾けてほしいなと思うんですけど、走る時に僕が見ていてこう気になることは、走ってる時にこうやって普通に腕を振ると思うんですけど、こう肘がですね、こう体より どっちかというと前だけでこういうふうに腕を振ってる人が結構多かったりするんですね。で、僕もそうですね、陸上っていうスポーツをやるまでは、そういうどちらかというとフォームだったのかなって思うんですけど、今ねどういう形でやってるかっていうと、このね肘を後ろに引く、なるべくこの体、自分の体のこの横のラインよりも後ろにしっかりと引くっていうことですね。で、僕はなるべくこの腕の角度が、ずっと走ったりしますので、90度、なるべく角度で言えば大体90度ですね、で肘を後ろに引く、この動きを、しっかりと腕を振るっていう意識を、持って毎回、体幹ランニングをやってます。例えばなんですけど、こういう風なフォームとこういう風なフォーム、どちらのフォームの方が自分の体の軸だったり体幹というものを意識しながら腕を振る必要があるかって考えた時に、やっぱり大きく腕を振った時の方が体がブレやすくなるんですね。で、最初はやっぱりこの動きに慣れてなかったりすると、余計に体の軸がこういう風にブレた状態で動いたりすると思うんですよね。で、最初はそういった形でも、やっぱりそれだと余計に体が疲れてしまったりするので、だんだんと時間が経つにつれていって、続けることによって体が覚えていくんですね。こういう風に走ればもっと効率よく体を動かすことができるよっていうことで、自分の体が時間が経つにつれて、そういうフォームに、自分が効率よく走るためのフォームに近づけてくれますので、まずこういう風なフォームで続けるのか、こういうフォームを最初から意識して続けるのか、そういったところで、何を意識してやってるのかっていうところで、僕の場合は体幹ランニングっていうことで、自分の体幹をなんなんしながら、動きを取りながら整えていくっていうことを目的に置いてますので、そういう意味で腕を振るときにしっかりと肘を引くっていうイメージを持ちながらやると、またね、自分にとって効果的な、ただ走るだけではなく、走りながらそれも体幹を整えるっていう動きに、つながっていきますし、もう一つは軸を整えるっていうことにもつながってきますので、本当にこういろんな動きをしていく中で、自分の軸、中心がどこにあるのかによっていろんな動きがスムーズにできてきたりするっていうことも言えますので、そこも、一石二鳥ということで試していただければなと思います。ということで今日は、軸を意識するっていうことと、腕の振り方ですね、小さく振るのではなく肘をしっかり後ろに引くことを最初は意識して、そこから始めてみましょうということでお伝えしました。これはもちろん、歩くときもそういった形でチャレンジしてみましょうということで、マイピー式体感、今日は腕振りについてお伝えしました。ありがとうございます。